はい、チャオ、カメラカです。というわけでね、今日は花金スペシャルってことでね、B21 スペシャルの活躍金曜日って、確かそんなラジオが昔ありましたよね。それしてる人は、まあ、40代超えてないとね、45後半じゃないと、B21 スペシャルの活躍金曜日は知らないと思いますけども、誰でしたっけ、B21 ね、あれですよ。今復活を遂げてる。まあ、いたんですよ、そういうのね、チンとかね、そういったお笑い、ですよ。あれ誰だっけな、あのリーダーね。これどう忘れちゃいましたね。まあ最近テレビ見ないのとね、やっぱテレビ見なくなると名前が出てこないですよね、芸能人の。本当ですよ。うん。もう本当に家に帰ってね、当然コロナ前とかはね、ニュースとか、それこそね、毎日見てましたけど、今一切見ないのでね、うん、まあ唯一見るのが、まあドラマぐらいですか。うん。それぐらいなので、ヒロミね、そうやって話してると大体ね、ジョジョの思い出してくるので、ね、こう過去の記憶と、ね、名前が一致して、今のね、こういった、現代というか今現在に、記憶が蘇るとトリガーをね元にしてね、まあ、これが脳科学ですよね。トリガーを元にして過去を振り返っていくことによって徐々にこうね、仮想からね、表層に引き上げるところになりますね、記憶をね、そういったことを利用してね、僕はあの記憶を、まあ、自由自在に操ってるんですけども、そういった意味ではね、だからあんまり使わない単語とか、記憶とかはね、どんどん真相の方に深まってね、行ってしまうんですよね。これを掘り起こすのが大変ということになるんですけども、まあそんなね、金曜スペシャルということで、来週以降のですね、注目株であったりとか、相場感ですね、それから気になるニュースなどをね、経済、金融、ビジネスという形で、見ていきたいなと思っています。まあ手短にですね、今日は話していきますので、よろしくお願いしますというところで、早速行ってみようと思うんですけども、今日は、円がね、1週間ぶりの高値になったということで、まあ、高値嫌いですかね、うん。やっぱり円安の中でトリガーがね、発動されて、日経平均上がりましたのでね、トピックスも含めてね、トピちゃんね。そういった中では、まあね、株の連発が止まったということで、まあ安くなったと言ってもですね、それでもマイナス1円安ですか。まあそんなに大きくね、下がってるわけじゃないですよね。一時日経平均最高値をつけたということで、まあ、陰線で終わってますけども、ね、一応そのね、日経平均そのものは上値を追ったということになっていますね。で、取引自体はね、1円安ぐらいですね。で、取引を終えたと。で、今夜の米国株市場は確かトレードお休みですよね。確か市場が独立記念日だったかな、来週の月曜日だったかな、ちょっと記憶曖昧なんですけども、その辺ですね、確か、まあ今日か今夜か週明けお休みだったような記憶をしていますけども、一応先物を見るとですね、ニューヨークダウの先物が22ドル高ということで、ちょっと先物を強含んで上がっていますね。まあそれに合わせて日経平均も仲良く25円高ということで、この18時現在ですね、まあまた盛り返していると。まあ、あれですね、一時安くに先物下がっていたんですけども、またね、夜になって夕方近くになってですね、また上がってますね、うん。まあこれはちょっと見物だなということになっています。で、為替が今ですね、160円飛んで160円ぐらいか、後半ぐらいかなと思いますので、まあ、昨日の段階で161円だったので、ちょっと円高に、まあ、わずかですけどね、売れてると。まあ、これがやけに刺されたということもありますし、まあ、最高値更新をしましたのでね、バブル後。まあ、これによって、ちょっと利確売りが、加速をしたんじゃないかなと思っています。あとはね、全国の倒産件数ですね、上半期で4800件ということで、2014年以降でですね、まあ、最多になったと。まあ、苦しいですね、中小企業の経営ね。まあ、これは、やはり、まあ、コロナショック後のですね、コロナ融資が再開したからっていうのもありますけども、まあ、それだけじゃないですね。やっぱり人手不足であったりとか、あとはやっぱりその、これまでね、ずっと耐えてきた中小企業が、もう無理や、これ以上できんよということで、ここに来てですね、もう閉じてると、経営そのものを、まあ、諦めたと、まあ、いうようなところが増えてるんじゃないかなと思います。で、業界的にはですね、まあ、最も多かったのがサービス業ですね。まあ、ここら辺は人手不足だと思います。それから小売り、あと建設もね、今2024年からですね、残業代とかね、あとはその残業させるのか、どちらかというとね、とかその労働時間をね、制約を設けますよね。これによって建設業も、まあ、倒産、まあ、人手不足というか、うん、まあ、そういうところが増えてるんじゃないかなと思います。まあ、これはね、
おそらく人手不足もありますけども、まあまあ、もう一人親方とかね、数人で、小単位でやってるぐらいだったら、もう大手の傘下に入って稼いだ方が手っ取り早いとかね、まあそういった計算が働いてる可能性もありますけどね。まあ、大手からね、今、そもそも建設業自身がですね、結構その、まあバブルと言いますか、引く手あまたですよね。だから大阪のオリンピックで、全然パビリオンが立たないと。あれはやはり、それだけ、まあ、引く手あまたで職人がいないということですよね。まあ、そうした中で、まあ、ちまちまですね、まあ、下請けの3次、4次で稼ぐぐらいだったら、もう大手のね、傘下に入ってしまって、そのグループ内で、もう一人親方とかね、辞めて、そこで、まあ、監督とかね、まあ、やった方がもしかしたら稼げると。まあ、そういった、こともあるんじゃないかなと、ちょっと思ってます。もうわかんないですよ。今、かなり勘で話してますけど、まあ、もし詳しい人がいたらね、教えてもらいたいんですけども、まあ、これフリーランスもありますよね。一時フリーランスブームになって、ね、ライターでも、デザイナーでもね、まあ、何でもかんでもとにかくフリーランスになりますよね。そういったことが確か10年ぐらい前にめちゃくちゃ流行ったんですよ。コロナじゃなくて、あれはリーマンショック後ですね。もちろんそれはそれで非常にいいんですけども、今そういったフリーランスでやってた人が相次いで正社員になったりとか、まあ、企業の役員になったりとかね、結局、まあ、戻ってきてるっていうのもありますよね。なぜかというと、やっぱり、まあ、年齢もあります。それから老後の不安もあると思います。あとは、どっちの方が稼げるかっていう中で、本当にこのままね、今はいいですよ。3年5年と先を見たときに、フリーランスで続けて稼ぎ続けられるのかと。もう企業に入っちゃった方が楽なんじゃないと。楽に稼げるんじゃないということで、もしかしたらね、企業側に入っている人も多いんじゃないかなと思います。運輸もそうですけどね。運輸だって10年ぐらい前にですね、僕はいろんなね、もちろん経営者なので、あちこちのね、そういった経営者のグループとかに顔を出してましたけど、結構ね、独立しました、上岡さん、みたいな。まあ、当時 YouTuber じゃないでしょ、僕はね。YouTube 始めてまだ3年なので。独立したんですか？どんなご職業です？って。運輸です、みたいなね。だからその、要は、ヤマト運輸さんの下請けとかでね、起業しましたって人は結構いっぱいいましたもんね。別にそれは悪い子じゃないんですけど、夫婦でやってますとかね。やっぱ苦しいですよね。まあ、そういった人が、再びね、奥さんと一緒にやって奥さんを苦しめるぐらいだったらってことで、企業側に戻ってるっていう廃業による倒産も多いんじゃないかなと思います。まあ、このあたりはね、本当に僕の直感、経営者としてのね、20年間の直感で話しますので、詳しい人とかね、いや、神尾君間違ってるよという人がいたらね、教えてもらいたいなとコメントで思います。もちろん人手不足は前提の上でですよ。まあ、それも踏まえてやっていけるのかっていうことですよね。で、まあ、戻ってるというのもあるんじゃないかなと思います。それから、年金基金ですね。皆さんの年金を集めて運用する年金基金のがですね、2023年度の運用実績は45.4兆円ということで、まあ、大幅黒字になったと。過去最大ということですね。株高と円安が寄与したということになっていますね。で、まあ、もちろんね、年金ファンドですね、非常に大きな黒字なんですけども、かといってね、これで、我々の年金が安泰かとかね、我々の年金の増額ですよね、増額してますよね。毎年毎年、年金取られる額はですね、まあ、これが止まるかっていうと、そんなことはないですよね。やっぱ年金、ね、年間で必要な額は約50兆円と言われています。まあ、高齢化社会ですから。で、2023年のね、積立金は246兆円あってもですね、この50兆円を仮にですよ、我々の、ね、ご老人たちに対するですね、年金の、いわゆるね、支払いですよ。国に対するね、お納めくださいという形で、社会保険払ってますよね。これが完全にストップしてしまえば、たった5年しか持たないわけですよ。わずかですよ、5年なんでね。ということを考えると、もう構造的には、まあ、すでに破綻寸前なわけですよね。なので、このね、運用はどういった形で使ってるかというと、まあ、わずかながらの、まあ、足しにするために、まあ、将来に向けて積み立てているといった形なんじゃないかなと思います。だからね、その日本の、ね、年金基金って結構攻めてるんですよね。ポートフォリオの株式に対する組み入れ比率はね、約50%。残りの50%は、海外と国内の債券に組み入れてます。これを25%、25%、25%、25%ですね。まあ、そういった形で、ポートフォリオを組んでると。だ株式は50%なんですよね。まあ、これだけでも結構世界的に見て、産油国のね、ノルウェーとか、オイルマネーが潤沢な、ね、中東国にと同じぐらいの、まあ、リスク許容度って言いますかね、リスクを負ってるんじゃないかなと思います。まあ、株式投資にね、半分向かわせるわけですからね。
まあ、そういった中で、まあね、しっかりと積み立てのね、まあ、利益を出しているということはいいことなんですが、まあ、かといって年金がこれで安泰というわけではないということになりますね。あとは、日本の消費関連株がね、これニュースですけども、ブルームバーグさんかな、年後半ね、高になると、期待が広がっているということで、これは33年ぶりのね、賃上げ効果が、まあ、具現化してですね、いわゆる消費関連株、今低迷してるんですよ。まあ、アンダーパフォームって言いますけどね、トピックスがこれだけ上昇を遂げているのに、氷とか食品系ですね、このあたりがまだまだ、それに対して、アウトは上ですからね、アンダーパフォームの状態にあるというのが、このグラフから見て取れます。確か昨日の動画だったかな、一昨日の動画ぐらいから、昨日の動画ですね、覚えてたらこちらにサムネ出しますけども、話しますよね。今後をね、注目される出遅れセクターですか。セクターっていうところで話したらね、もう早速今日こんなニュースが出ていたところで、まあ、その後半の方で話したのは確かね、食品関連ですね。このあたりがかなり出遅れてるというところで、まあ、一応ね、注目プラスアルファとこで、加えていましたけども、私のね、トークの中で。まあ、実際に、まあ、このあたりが今後ですね、まあ、賃上げの恩恵を受けるんだったら、まあ、小売食品、食料系ですね。かなり出遅れているので、このあたりのセクターが上がってくる可能性もあるんじゃないかということでね、ニュースになっていました。ブルームバーグさんですね。ということになっています。まあ、早速ね、そういった中で、三越伊勢丹は、こちらもかなり高いですけどね、まあ、代表格ですよ。小売のね。まあ、これはでもね、かなり富裕層であったりとかっていうところを相手にしてね、儲けていますので、あとインバウンドですね。まあ、一番株価、まあ、業績にも反映されやすいということで、まあ、今日は7%高ですからね、この中逆行高で日経平均に対してね、上がっていると。まあ、百貨店系でも三越伊勢丹が一番強いかな、ような状況でしたね。出遅れてるのが、まあ、松屋か、という状況になってますね。まあ、こういうところは皆さんでね、一つ一つ、注目のセクターがあったら、調べてみたらいいですよ。氷だったら氷でね、順番に。食品系だったら食品系で、見ればわかりますから、どこが出遅れていて、どこは先行しているのかみたいなね、そういうのを知るだけでも、まあ、株式投資の、まあ、審美眼であったりとか、まあ、スキルが上がったりとかね、していきますからね。まあ、三越が先行して走ってますけども、まあ、氷はまだまだ手になるものは確かにありますね。あとは食品系になりますね。まあ、昨日の動画でそのあたりの注目セクター、出遅れセクター話していますので、結構セクターね、の循環、景気循環物色はね、結構僕当ててるんですよ。なぜ当てられるかっていうと、まあ、アベノミクスの時とかにその経験を一度してるからね。その循環物色で、次はね、どの出遅れセクターが上がるかと。このセクターがあったら次はこのセクター。このセクターが動いたら次はこのセクター。そしてけ、あの、まあ、バブルの最後って言いますかね。大きな、大相場の最後はこのセクター。このセクターが来たらもうその相場は終わりかなと。まあ、そういうのはね、もう一度体験してるので、だからわかるっていうのがありますよね。まあ、そんなにずれないですよ。一相場で起こることはね。で、あとね、こういった X への投稿はね、毎日しています。ビコ欄にね、X のリンクも貼ってありますので、興味がある方はね、ぜひそちらの方も見てくださいということになっていますね。ということで、日経平均振り返っていこうと思うんですが、今日はマイナス、まあ、1円安ということで、まあ、わずかに陰線で、下げたと。で、先ほどまたちょっと上がっているということになっていますね。まあ、ここで、まあ、最高値を更新したので、ちょっと売りが出やすい買ったのかもしれないですけども、まあ、個別銘柄によってはね、その中で大きく上がっている銘柄もありますので、あとはもう本当に、景気物色と、景気循環物色とですね、まあ、各セクターでの出遅れを狙いとか、まあ、そういうところになってくるんじゃないかなと思います。ここから先があるんであればですよ、5万円とかね。まあ、同じことがアベノミクスの時のね、大相場と起こるんじゃないかなと思ってはいますね。で、4万飛んで912円で取引を終えていると。言った流れですね。トビちゃんの方もですね、今日はちょっと陰線つけて下がってますね。まあ、ここからもう一段高になるかどうかというところで、まあ、来週ね、注目していきましょうということになります。で、あとは注目に銘柄ね、話していこうと思うんですが、そう、昨日紹介した大通り見てとですね、いや、あの後ね、いわゆる物言う投資家、アクティビストですね、と、けんけんがくがくのですね、もうガチンコバトルを繰り広げていてね、いたんですけども、そこからですね、なんかね、急になんか、株主に対して塩らしくなったと言いますか、まあ、だったら最初からもっと早めにやってくれよということになるんですけども、ね、10年ぐらい長丁場でね、何もやってこなかったんですけども、急に年間配当5円から100円に増、どういうことだよと、一体どういうことだと、もう本当にね、笑い話じゃないやからっていうことで、
突っ込むぞと、本当にね、もう年間配当5円から100円増額って、これいきなりすぎないみたいな。まあね、株主安泰になったんですよね、今の経営陣に。まあ一応落ち着きましたと。まあそっからですね、急に手のひら返しでね、こういったこう株主、ね、還元とか株主重視策をねやってくるっていうのは、ちょっとなんかいただけないなと思うんですけど、どうですかね。うん、まあ、だったらもっとこの辺でやっとけばいいじゃんと、やっぱ思うんですけどね。まあ今慌ててやってるってことで、今日ストップ高ですよ。15% アップね。すごいですね。まあここから先上がるかどうかちょっとどうですかね。うん、ちょっとわからないですね。結構上がっちゃってますよ、ここまで来るとね。まあこういった形でずーっと下がってきてね。うん、でまあここから10年、8年ぐらい下ね、固めをして、まあ下固めっていうかね、もう上がらないんじゃないかと。うん、船井電機みたいなことになるんじゃないかと正直思ってましたね、僕はね。船井電機さんは非常上化しちゃいましたけどね。まあ似たような株価の動きをして、この辺でアクティビストがバーン入って、ズドン上がるみたいなね。うん、で、株主還元を急に始める大同リミテッドさんということで、まあ株価は上がってますし、まあね、いろいろ見ましたけども、レポートといいますかね、大同さんのホームページに出てるですね。まあここから株主還元といいますかね、株主との対話を強めていくという発言もしていましたね。まあどっかで買い戻すんじゃないですか。うん、アクティビストから株をね。うん、というふうに僕は考えていますけども、どう思いますかと。まあ結局だから、アクティビストもね、大きく儲けて終わりそうですし、そうなってくると今度は大株主のね、アクティビストが抜けた後、いつ下がるのかっていうところをね、見極めていく必要があるかなとは思っていますね。うん、まあ僕はね、もう本当に10年ぐらいホルダーでいましたからね、まあそういった意味では、まあ一番出遅れてると言いますか、一番何もやってなかった、正直に話しますよ。株主としてね。まあ経営陣だったんじゃないかなと正直思ってますね。うん、これだけ三洋さんとかね、まあオンワードさんとかね、うん、まあいろいろ上がっていく中でなかなか上がらなかった。でもね、あの優待だけはね、株主優待だけは結構タオルとかバスタオルとかすごくいいものを送ってくるみたいなね。今でもね、僕のカバンはね、あの大ドリミトさんから送られてきたリュックですからね、まあ愛用させてもらってはいるんですけど、もうちょっとね早めにやっぱ株価対策をね、すべきでしたよ。経営者のポリシー、誇り、プライド。うん、本当に、まあ、株主のことを思ってるんだったらね。っていう、まあ、いい勉強させてもらいましたね。うん。僕は思いますね。そういった形で。だから、利回り 9.1。本当かよって形でね。信用バレてでも1300か。まあ、これはアクティビストが入ってるからと思いますので、アクティビストが、ね、売り抜けたっていう情報がどっかで出ると思うんですよね。今の状況を考えると。うん。ある程度、まあ、話し合いがされてる。もしくは、この還元ちょっと怪しいですね。わかんないですよ。あくまで僕の経験則で話しますから。これが、まあ、パラシュート的に、アクティビストに対して、支払われた、うん、パラシュートなんであればね、この後、アクティビストは抜けていくでしょうね。うん、これ、ちょっと見守りましょう。あ、神岡、言った通りになったっていう可能性がありますからね。これ、3ヶ月ぐらい経たないとわかんないのかな。うん、入った、出たっていうのはね、大口投資家のね。まあ、でもこれ、ゴールデンパラシュートじゃないの？わかんないですけど、ちょっと詳しい人がいたら教えてくださいってことになります。あとはね、教えてくださいってあれでしょ。あの、外部からね。うん、内部の人は別に教えてくれなくていいですけど。で、三井松島ホールディングスも見ていきましょうってことなんですけども、今期最初 2.1 倍情報修正ってことで、これなんかいい決算のように見えて、実はそんなに良くないんですよ。これちゃんと見ていきましょうってことで、まあ、あの、ケーススタディとしてね、出してますけども、25年3月期のね、最終利益を従来予測の28億円から60億円と、お、すごいじゃんと。2倍に利益上方修正かと、一見見えるんですけども、前期は151億円ですからね。つまり、前期の段階で、今期のね、最終利益予測をかなり低く見積もっていたというふうに、まあ、ここはね、理解すべきですよね。151億円だったものをね、28億円に、かなり低く見立てて予測をしていたのが、それが60億円に収まったというだけなのでね、そういった形で見ると前期よりも下方修正、ただ予測値よりも上がったということになります。これがどう株価に影響を与えるかというのはね、ちょっと見ていかないといけないですけども、一応ね、決算内容ホームページでも出ていますから、興味がある方はそちらの方も見てくださいと。今日ちょっとなんか前髪がなんかすぐ落ちてきますね。うん、まあちょっとね、湿気があるのかな、という形で、三井松島ホールディングスってことで、これ一旦あれですよね、確か、テッサさんじゃなくて、井村さんか、ね、西の、いや、北の西、北の井村さんね、北の井村さん、
西のテスタさん、東のね、高橋ダンさん、そして南の神岡と言われてるんですよね。まあ、ロックダンスブルースみたいな世界観で、世界線で動いてますから、この私のチャンネルはね、だから北の井村、西のテスタ、東のダン、南の神岡と、こういった形で、それぞれのエリアを牛耳って、どこ牛耳ってんねんっていう、どこやねんと、その相場をね、相場を牛耳ってるってことになりますけど、まあ、そのうちね、あれで出てきますよ。薬師寺とかね、薬師寺。っていう形で、まあ、こうやった形で、多分今野さんが確か買ってたのかな。そこからズドン行って、そして今は、ちょっと難聴になってる。で、これのね、業績発表がどうなるかっていうのは一応注目していきましょうということでご紹介しましたが、まあ、今日はね、まあ、花金週末編ということで、まあ、こんな感じで終わりにしたいなと思いますが、まあ、週明けね、まあ、日経平均最高値をつけましたが、ここからさらに上がるのか、まあ、一旦ね、これで、短期打ち止めになって下がっていくのか、まあ、植田総裁のね、利上げ発言も7月あるんじゃないかとも言われてますから、まあ、このあたりと来週発表される雇用統計ですね、ここでインフレがどうなるのかというところをね、一つトリガーとして、相場が動いていくと思いますので、まあ僕はね、まあ別にね、そこが上がったら上がったで、今の含み益あるものを、まあ利確をして、下がったら下がったで、また買い直すと。まあそれだけのこと、まあ相場についていく。波乗りですから、基本的にはね、そういった形で賢く稼いでいきましょうということで、今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。